主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通誌日本の交通誌街道、日光街道日光街道は日本の江戸時代に設けられていた五街道の一つ。江戸日本橋を起点とし、日光防某中に至る街道。道中には21の宿場が置かれていた。日本橋から宇都宮までの道程は欧州街道と共通であった。 この区間にはもともと古道大州道があったが、日光街道の開通とともに、日光街道と称されるようになった。現在も、国道4号の宇都宮市南と、国道119号の通称として用いられる。日光街道は、江戸時代に徳川幕府の政策として整備された、五街道の一つで、1636年、江戸下付国日光館に開通した。 江戸から徳川家康を祀る日光山に至る主要道路として東海道に次いで整備された。もともと日本橋から宇都宮城までの区間には古道欧州道が通り、その北部区間の宇都宮城下から八石市区間にも古道日光街道が通っていたが、宇都宮日光間にはその東側に新たにこれと並行する道が設置された。 日光街道の布設の目的として、歴代徳川将軍の東昇大権現への参拝、すなわち日光東将軍への参詣と言われているが、もともと五街道を計画したのは徳川家康本人であり、その際に日光山の参詣を目的とする街道を徳川幕府における政策上の重要路線としたが、徳川幕府の将軍家が日光参詣する折には、江戸城下の本郷を多いわけから、 薩ッテ塾までの日光五条道を通るのが通例であり、薩ッテ塾から小山塾まで日光街道、小山宿以北は日光街道だけでなく、三部通りおよび日光霊平市街道を経て、日光へ至る経路も合わせて用いられている。江戸から下野国を経て、欧州方面に至る物流の動脈路線として、計画。 整備されたものであることが容易に推察される。宇都宮城下では、城主、本田正隅の下で、宇都宮城の整備と待ちわりが行われ、その西部に、宇都宮宿が新たに設けられた。日光街道は、旧欧州道をたどって北上し、宇都宮城の手前の不動道付近で、古道欧州道から外れ、城の西側方面に一旦折れた後に北上する。 経路が取られ、宿内の新国町と天馬町、本郷町の界隈に新欧州街道との追い分けが設けられた。ここより欧州街道は東進し、日光街道は北進する。かつて沿道には杉の木が植えられ、特に松平正綱は約20年にわたって食事を続けたと言われている。現在も栃木県日光市の一部区間に日光杉並木として残されている。 日光西街道、または日光道中三部通りと呼ばれる街道は、小山宿北部の馬頭観音道付近で分岐し、三部城下三部塾、鹿沼城下鹿沼塾などを経て、今市塾に至り、ここで再び日光街道に至る。詳細は日光脇王館を参照。日光街道桜並木宇都宮市内の桜並木区間は日本桜名所100選に選定されている。 また、草加市など六自治体は、2016年より埼玉六宿として連携して、日光街道の名称を紹介するキャンペーンを実施している。2021年には、占住事故を活用した活性化を考えていた、足立主義和信用金庫が、鹿沼相互信用金庫などと、日光街道、日光西街道五宿場ンプロジェクトを立ち上げ、五宿場ンを制作。 販売する活動を開始した。本校では、日光街道の全工程を示す。当時番号付きが宿場であり、何番の宿場であるかを示す。東京都台東区から、東京都足立区西北島間に至る国道4号及び、東京都道49号足立越谷線の東京都、通称道路名でもある。東京都特別区域北東部を南北に走る。 2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。